やっていきます。意外とうまそうでしょ。おはようございます。スタミジャパンでございます。今回の動画はですね、前回の動画で Vlog のテンションじゃないんじゃねっていうご指摘が入りまして、まあちょっと普段の感じで話してしまうとテンションがどうしても上がってしまうので、俺自身ちょっと寝起きで撮ってみようということで今寝起きでございます。今回はちょっとなんか Vlog のテンションというかちょっと抑えつつやっていこうと思っています。でこの日はサバゲーに行ってきました。これ1週間ぐらい前の動画になっちゃうんだけど、フォレストユニオンさんにねお邪魔してサバイバルゲームをしてきました。前回の動画のお隣さんですね。前回は市街地戦みたいなとこだったんだけど、今回は森の中マップってことでこっちの方がね雰囲気好きだったな。待合場所のね、待合場所なんか日本語おかしいな。雰囲気がいいんだよね。ほらめっちゃ雰囲気いいでしょ。なんかあれだね、ちょっとずつ Vlog のクオリティが上がっていってるね、こう見てるとね。で今回持っていった銃はこれです。俺の初めて買った銃、軽いんだよねこれ。いろんな銃を持ってみてネックになったのがやっぱ筋力がないから重いんだよ。でもこれは結構軽い。試し撃ちをして、あ、前回のいつも持ってる俺の短いもっと軽いやつがあるんだけど、それはねメンテナンスに出してます。一緒に行った人たちはほぼ初対面かな。10人グループで行ったんだけど、1人知り合いでそれ以外は全員初対面。かなりワイワイやりながら楽しくできました。でこれは、復活無制限の試合かな。一発目の鳴らしみたいな試合。この日はね結構活躍できたんだよね。今は初めてのマップだからどこまで前線を上げられるか分かんないから、ちょっと探りつつって感じだよね。これが真ん中のラインかな。なんか壁みたいのが前にあるでしょ。これが真ん中、2つに区切られてて、でこれを越えたら敵がいますよみたいな感じ。プレイスタイル的になんかサバゲーって結構膠着しやすいんだよね。でそれを打開するのが俺楽しい。なんか突っ込んで俺のおかげでうわっ戦線崩れたみたいなのが楽しいから、結構どんどん突っ込みます俺はサバゲーで。これ目の前の人入っていいですか。いきます。一番右大外から回り込んでる感じかな。でここクリアリングしてなかったんだけど、たまたま前に行ったらね櫓の中に敵がいたんで通過としました。これ近かったのにちょっと打ちすぎかな、すいません。ちょっと打ちすぎかもわからん、申し訳ないですね。これエイムが悪いんだよね。こっちあれやりかくやんみたいなのもバカバカ外すからさ、ちょっと多めに打っちゃってね、すいません。ここで出た車線です。はい、知らない人ともたくさんコミュニケーションをとって、で大外からどんどん回っていきます。やっぱりねサバゲー真ん中行くとねやっぱり車線が増えちゃうから、左から右からって大外が一番いいかなって思ってるって思ってる人が多いから、真ん中が空いてたりするんだけど分かんねえんだよな。まだやりてー、緊急事態宣言に入ってしまったからなかなかちょっとまた行けなくなっちゃったんだけど、もう開けたらすぐ行くわ。緊張感のねこの裏行きました。あ、いいや、でブンブンさんがダウン取ってくれてルートができたので一気に走ります。もう圧倒的に敵陣地かな。今のカットしたのかな。いいね GoPro 本当にめちゃめちゃできるじゃん。来たー。楽しい。今回は2カットできたからね。普段あんな俺倒せないから。でお昼休憩ですね。唐揚げ弁当1人500円かな。全部開けちゃった。俺硬い肉好きじゃないんだけど、ここの唐揚げめっちゃ柔らかくて美味しかった。この子わんぱく若いから。そっか。おじさんたちはもうさ、40近いと。いや俺はもう肉一切れで胸がいっぱいだから。でこの日はそのグループの一人が焼肉をしようということで、そのキャンプに持ってくる鉄板だったりで焼肉焼いてくれたの。これ映えやばくない？いや見栄え俺言ってるね。そうなんだ、映えがすごいのゆうやくん。はい、ここからは、一緒に来たグループの方々の、重賞会という、こんなんでみんな戦ってるよっていう。ショットガンいいよね。ショットガン俺もいいの欲しいんだよな。1個持ってるんだけど、ちょっとややこしいの持っちゃってて、薬莢が出るんだよね。ポンポンって。サバゲー用のって出ないからさ、ほとんどが。俺のはさ、打ったらその弾が出ていくから、なんかね、拾わないといけないのよ、毎回毎回。億劫で。そもそも人倒せないのに、そんなことしてる暇ねえ。もうちょっとサバゲー向きのショットガンが欲しい。俺こんなこと言ってた。もうなんかさ、スタートみたいな感じの合図が鳴った瞬間、ほんと、わけわからんく、なんか、適当に喋ってるから「あいよー行こうぜー!」って喋ってるから。分かった。今回も大外だね。大外の針言うな。よいしょ、あった。オッケー。ちょっといや本当に楽しかったなこの日。こんな倒せることねえってや。出ます。で今回に関しては結構真ん中に切り込んでいってる。これ午後にもなって。休憩してる人とかが結構出てきて、人数が4分の3ぐらいに減って結構スカスカになりつつあるから、大外じゃなくてもいけるかなと思って。もうど真ん中だよねこれ。ぐるーっと1回大外から回って切り込む形で中に入ってるから、敵の背中を取れてるんだよね。今撃ってる敵はこっち側に気づいてない。よっしゃ、左小屋。なんかさ、撃ってる時にさ重心がブレてるでしょ。かっこ悪いよね。ガチッとロックしたいんだけどね。ナイスはい、というわけでサバゲー動画結構敵が倒せるようになってきて、見応えがあるようになってきたから、もうちょっと倒したいけどね。今のが何キルぐらいだろう。3、4キルしてるのかな。ネズミ年。いやでみんなで談笑しながら、片付けをして帰宅の準備です。俺とちょうど多分一前です。俺今年37なの。結構疲労感があるのよ。で最近ね俺筋肉痛が気持ちよくなってきた。その領域に来てるから、もうどんどんなんかアウトドアを今後していこうかなと思っています。なんかその機材だったりも結構揃ってきたんで。はい、というわけで今回のサバゲー動画でした。いつもの動画よりは口数少なめ、テンションも低めの動画になっていましたが、どうだったでしょうか。どっちの方がいいかっていうのはコメントで教えてください。もっとゆったりでいいんじゃないでもいいよ。なんかこういう動画の方向性がいいなっていうの俺の中でも定まってないんで、どんどん案をください。お疲れ様でした。バイノ。